村と猫を組み合わせた画像。ネットにはそれをさらに加工した様々なパターンのものが出回っていた。私の想像してたよりもめちゃめちゃ手を施されてた。違う猫だったり、あるいは犬だったり。それも全く別のものじゃないの？なんだってこんなもの作ったんだ？わけがわからん。コラージュされた偽物じゃない。本物を探し続ける。あった、これじゃない？ちょっと、違うでしょう、どう見ても。ああ、これは？アスヒが違いますよ。偽物です。サイズのことだよね。アスペクト比です。画像の縦横の比のことです。これは不自然に横に伸ばされてますね。ああ、左の猫ちゃんは正しいけど、右の猫ちゃんはビヨーンってなってて画質も荒くなってるやつね。ひどい。どうしてこんなことを？違いがわからん。怒ってる。全然違います。アスヒを狂わせるもの、許されない。もしかして奈落ちゃんは絵描きさんなのかな？アスヒに親でも殺されたの？こっちは？お？低解像度でガビガビじゃないですか。よく見てください。おそらく何度も上書きされたためですね。スマホで見てる方はちょっとわかりづらいかもだけど、左の猫ちゃんは綺麗なんだけど、確かに右の猫ちゃんは画質がめちゃめちゃ荒くなってますね。ネットの海をさまよっているとこうなる運命です。もう複製の複製の複製を繰り返されちゃった猫ちゃんですね。解像度ガビガビ？一体何を言っているんだ？キクラゲくんはほとんどネットのこと知らないのに、これね、よく副業でブログで稼ごうと思ったよね。キクラゲさんがこんなに画像探しに疎いとは。私が探した方が早そうですね。失礼な。休んでてもいいですよ。お疲れ様でした。お払い箱にされちゃった。なんかめちゃくちゃバカにされている気がする。解像度だか、アスヒだか知らないが。見てろよ。絶対見つけてやる。執念だ。解像度とアスヒが正しい画像を探そう。私が探すんだ。わかりました。行きますよ。ゲームスタート。制限時間あるのかな？なんか、ちょっと待って、カウントダウンしてる。右。めっちゃある。どれどれどれ、これかな？左。一番右。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。わかんない。これわかんない。右。間違えた？合ってた？これだ。合ってたの？なんとか探し出せた。めっちゃ間違ってたかと思ったけど。おお、やればできるじゃないですか。偉いですよ。奈落ちゃんに褒められた。よかった。へへ、それほどでも。なんか最後のやつは正解がいっぱいあったのかもしれないね。でも見つけたのはいいけど、この後どうするんだ？どうって？そりゃ、一件ずつ、報告削除、報告削除、と。途方もないっていうか、追いつかないんじゃ、それは。めちゃくちゃ地道。でもそれしかないのかな。こんな大量の画像を、やっぱり現実的な方法だった。今ネットにある呪いの画像は、それで消していくとして、噂の方も何とかしなくては。噂の方も何とかしなきゃいけないんだよね、そうだよね。さすがに人の端末に保存された画像までは消せません。万事解決とはいかないわけです。ああ、そっか。ただ消すだけではダメなのか。じゃあ噂を塗り替えるってこと？呪いの画像は幸福の画像である。見よ、この画像を持つ者には幸福が与えられるのだ。とネットに流しましょうか。うまくいけば本物になるかもしれません。噂と画像の両方を上書きするってことか。お、いいじゃん。どうやって幸福の画像だって証明するんだ？簡単です。キクラゲさんが幸福になればいいんです。え、は？宝くじを当てるとか？自らが幸福を体現するんですよ。そうすればこれは正しく幸福の画像になります。あ、なるほど。宝くじなんてどうです？それとも競馬かな？と奈落ちゃんはつぶやいている。でもキクラゲくん、お金ないから買うお金もないかもよ。それはつまり俺が宝くじ何なりを当てて幸福になれってことか。
投資する費用がないかも。まあ一番手っ取り早いかなーと、わかりやすくていいじゃないですか。無理、経済力がないんだよ。そう無茶なこと言ってないでしょ。別に奥を当てろとは言いませんから、ちょこーっとしたことでもいいし。ただでさえついてないんだぞ。そんな悲しいこと大声で言わなくても。気の毒そうな目で見られた。まあまあ、物は試しですよ。やるだけやってみましょう。数打ち当たると言いますし。当てれるかな、大丈夫かな。放っておくとまた呪いの犠牲者が増えちゃいますよ。あ、それは当てるしかない。わかったよ、やるよ。こうなれやけくそである。そうして俺は手当たり次第に運試しを始めたのだが、え、こんなことになるとは。どうなっちゃったの？貯金も底をつきかけ、もうこれが最後だと買った最後の一枚、それがなんと、すごい高額当選、おめでとういや、こんなにうまくいくなんてな。あ、すごい高級タワーマンションの最上階に住めるぐらいのお金をもらったのかな。それまでにかかった分を払っても釣りが来るほどの額。ポロアパートを引き払い、購入した見晴らしの良い高級マンションから、え、外を一望する。本当に無事に呪いの画像騒ぎも落ち着いたし。大変でしたね。え、すごいすごいすごい。あれから奈落ちゃんと協力しながらせっせと削除要請を行った。消しても消してもどこかから現れる画像。確かに骨が折れた。思い出して遠い目になるけれど、そんなもの今となっては些細なこと。最終的にはキクラゲさんの幸福体験のおかげですね。めちゃめちゃ幸福をゲットできたじゃん。ははは、そうだろう。意味落ちじゃないよね。あ、なんと美しい眺めか。俺はこの人生でずっと運を貯めていたに違いない。全てはこのための布石すごい、めっちゃリッチピーポーになってる。そう、俺は今まさしく幸運の男になったのだ。世界が輝いて見える。え、5億円ぐらい当てたのかな。いや、まあ良かったですけど。なんだか嫌な予感。え、なんで？お金を使いすぎちゃったとか？うわぁ、なに、どうしたの？え、その後歩けば鉢植えが落ち、水道管が突然破裂し、道端では犬に噛まれ、まるでそれまでの見返りだと言わんばかりに、俺はありとあらゆる服を体現する羽目になったのであった。え、やっぱり不幸の画像だったんじゃん。まあでもお金持ちにはなれたからね。お金で解決できるかもよ。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございましたさあ次がラストのお話ですね。あれ、お家がまたボロアパートに戻ってきちゃってるね。やっぱ身の丈には合わないって、高級タワマンから引っ越しちゃったのかな。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。 See you next time. Bye bye.